17、大人のはずなのに何も知らない。して結婚したの？見た目とかお金とか好きだけじゃ無理って聞いたけど、おじいちゃんおばあちゃんどうしてラブラブなの？浮気とかなかったな？離婚とかも珍しくない？ちゃんちゃんと高いから出会いとかお掃除とか苦手だけどもらってくれる。甘えたり笑ったりなら任せてください。早起きもテキパキも苦手だけどもらってくれる。夜更かしのゲームとかえなとに決めてやっちゃう。キスも忘れないで、そんなもん朝は17歳。お父さんお母さんどんな子が欲しかったの？賢い子かわいい子こんな私だけど互角かな？お兄ちゃんお姉ちゃんどんな恋をしてきたの？同い年先輩とかどっちがおすすめとかあるかな？なんて年を迎えて年金生活楽しもう。年一の家族旅行国内でいいから、建前も苦手だけど許してくれる。はあみれちゃん性格はほらわかりやすいでしょ。法律上では結婚できるのに、都合いく子供だとか都合いく大人だとかわからないことだらけ。私よりも先に死ぬのまだ目でも心配。あなたを残すのも悩みは尽きない。手料理とかお掃除とか苦手だけどもらってくれる。甘えたり笑ったりなら任せてください。早起きもテキパキだけどもらってくれる。夜更かしのゲームとか選んだり決めてやっちゃう。イチャイチャキスも忘れないで、そんなもん朝は17歳。17歳でした。